県内の陶芸家が新作を出品した第38回愛媛の陶芸展が31日松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋で始まり、芸術性や実用性に富んだ作品92点が人々の目を楽しませています。開店式には受賞作家や関係者らおよそ70人が出席しました。6月の審査で選ばれた12点の入賞作品を表彰し、テープカットで開店を祝いました。今回は愛媛陶芸協会の会員32人が創造性やデザイン性を盛り込んだ工芸作品部門に44点、日々の暮らしで使う生活陶磁器部門に48点を出品しました。最優秀の愛媛陶芸協会賞に輝いた青白磁花瓶を作った川端一海さんは、形や重量感、存在感を強調した、ポイントは口のあたりの作りと紹介しました。存在感のある造形や鮮やかな絵付けなど魅力的な作品に来場者は熱心に見入っていました。毎年来てるんですけど、毎年いろいろ作家さんが工夫されて非常に面白いなといつも思っています。今年もいい作品がありましたので、じっくりと見させていただきました。9月4日までの会期中は毎日午後1時から入賞作家が陶芸の魅力を語る焼き物トークを行います。売上の一部を日本ユニセフ協会に寄付する即売コーナーも設けられています。